はようございます。ただいまラジオパーソナリティフリークサトルと時を生きる原直子です。今日も JA 佐賀駅前スタジオからお送りしています。はい、今日も別々のスタジオからです。よろしくお願いします。なんかビルが建ちそうな感じしてます、佐賀駅前ね。駅前広場どんどん工事が進んで今はもう真っさらですね。はい、確かに。すごい青いブルーシート。青いブルーシートって何やった？腹痛が痛いみたいになったやん。ブルーシート、ね、青いシートのようなもので、建物を多分建築されている感じで、まあ囲まれてますけど、何が立つんでしょうね、あそこは。それに負けないぐらいの青空確かにブルーな青空が広がってますね。暑い日続いてますね。暑い日続いてますね。まあ、今日放送ですね、あの東京2020オリンピックリポート放送のため11時39分までの短縮放送になります。はい、そしてね、暑い日が続いてますけども、うん、あの気になる気象情報がありますのでまずお伝えしたいと思います。そうなのよ。現在佐賀県に熱中症警戒アラートが発表されています。佐賀県では今日熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測されます。外出はなるべく避け、室内をエアコン等涼しい環境にして過ごしてください。もうくれぐれもあのなんて言うんですか、不要不急の外出はというか、はい、できるだけ室内涼しくして、まあ、室内もあの気温高くなりますからね。すごいですよ、はい、びっくりします。びっくりします。びっくりしたことがありましたか？びっくりしたことがありますあのびっくりしないように今日はあらかじめエアコンつけて、はい、涼しい環境にして水分たっぷりとって、はい、熱中症気をつけてください。わかりました。はい、頑張ります。はい、皆さんも頑張ってくださいエンディングみたいなやつしまった、はい、今週のトークテーマなんですが、はい、先週発表しました子どもの頃の夢は何でした？子どもの頃はね、もう何も考えずに何かになりたいみたいなね、プリンセスなりたいとかね。おー、確かに。私は言ってなかったですけどね。言ってなかったの？言ってなかった、プリンセスは。え？あ、でも魔法使いにはなりたかったかも。あー、アニメの影響で。なんで？あー、そっか。アニメ見てて、うん、魔法使えたらいいなって思ってた。大丈夫、それですぐ世代バレますけどえ、何の魔法使いでした、サトル君の時代は？プリキュア？プリキュアか、そっかそっかそっか、そうだよ。プリキュア、プリキュアって魔法使い？え、魔法使い、あれ？わかんないわかんないわかんない、私もプリキュアはちょっと見てないけど。おじゃまじょドレミ。あー、おじゃまじょドレミね、あったね。最近だったり、あんま魔法使い、あんま、もう俺の中の魔法使いはもうハリーポッター。あまあでも確かに、あ、でもそうね、本読んでて、そう、魔法使えたらいいなって思った。ハリーポッター世代だよね。世代っていうか、うんうん、大好き。だってもうその同い年ぐらいだから、うん、そうだよ、あのダニエル・ラドクリフ、はい、主演の、主演のハリーを演じた、ね、だからもうそう考えたら魔法使い全盛期じゃないそうかもしんない。魔法使いに一番なりたかった世代。なりたかった。あのね、魔法の杖であの呪文唱えてさ、そうそうそう、物浮かせたりとかさ、なんか間違って浮いたりせんかなみたいなさ、うん、思ったりしてたよ。なんか魔法使えないかな世代。そう今の子はならんのかな。そう、どうにかして魔法使いたいっていう、うん、待てか、手品とかしたいやん。したかった。なんか手品、それは何の影響で？ミスターマリック。あー、ハンドパワーの時代ね。俺らの世代だったらセロおったねー元気かなセロさん。めちゃくちゃ似てた。見てた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 。まあそういうね、なんかこうエンタメ性に欠けた、はい、そう考えたらそれになりたかったな。確かに。だから子供の頃の夢ってあんまり僕いろいろ考えたんですけど全然思い出せなくて、はい、皆さんのメッセージ読みながら、はいはい、そう思い出していこうかな、思い出していこうかなって、あ、確かこういうことを思ってたなみたいな感じの、メッセージももうすでにたくさんいただいておりますが、はい、ありがとうございます、後ほど紹介していきたいと思いますので、まだまだ、メッセージ送ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メッセージはファックスまたはメールでお寄せください。はい、ファックスは0952255650です。メールは NBC ラジオサガウェブサイトからお待ちしています。オープニングナンバーはキリンジでエイリアン。
さあメッセージ紹介していきたいと思います。行きましょう。本日のテーマですが、子どもの頃の夢は何でしたっていうことなんですけども、なんだろうみんな、はい、なるほどね、まあそれはみんな思ったことあるよねってやつから紹介したいと思います。何やろ。ドラアットヘビドシさんからいただきました。ありがとうございます。子どもの頃の、夢はドラえもんです。あーね、でも別にドラえもんになりたいと思ったことはないかもしれない。でも思うやろ、そのドラえもんですって言われて、あ、うん、その未来のね、便利な道具とか、うんうんうん、4次元ポケットとかね、とか欲しいなって、どこでもドア欲しいなって今でも思ってるもんでしょ、うん、でもドラとヘビドスさん違います。何、子供の頃の夢はドラえもんです、うん、アニメでよく見ていて可愛い猫型ロボットなのでなりたかったです。あ、そこ？そっち？猫型ロボットになりたかったの？可愛い猫型ロボットになりたかったんだったら、はい、ドラえもんじゃないと思う。だってドラえもんってどう見ても猫型ロボットに見えんし。そうね、ドラえもんはちょっとね、耳がなくなってるし、ドラミちゃんかな、どっちかっていうと、うん、可愛い猫型ロボットといえばね、うん、ドラえもんを見てやっぱ可愛い猫型ロボットになりたいってやっぱ思わないの？いや、それは人それぞれだからさ、ドラッとヘビウスさんは思ったんよね、きっとね。最悪タヌキでも OK ってことですか？いや、一番言っちゃダメなやつよ、ドラえもんが傷つくよ。すごい欲しかったな、確かに。ドラえもんなりたかった、ドラえもんになりたかったっていうか、そのどこでもドアがあったらいいのになみたいなやつ。いや、もう今でも思ってるもん、常に思ってる。どこでもドアね、どこでもドアってなんだろうね、現代に置き換えると。なんだろうね、あれじゃない、 Google マップある。いや、私もそう思った。Google マップあるからどこでもドアじゃない、あれは。そうとか、あとズーム会議とかもさ、うん、まあ言うたらね、対面で喋れるようになったし、うん、か、まあ、乗り物で行くならやっぱ新幹線とか、あ、実際に自分の体が移動するという観点では。ドラえもんの道具でこれ欲しいわってやつ何？これは欲しかった。どこでもドア以外で、オーソドックス系もう、いやいいよいいよ、その1位、一番欲しい。うわな、いや1位はやっぱしどこでもドア。あー、へー、何、サトル君は何ですか？お、翻訳こんにゃく。あー、私もそれちょっと前でも1番よ。1位よ。嘘やん。思うやろ、あの、そんなん今とか翻訳アプリある、うん、あるやん。なんか外国の方にこう、うん、いろんな何カ国語もこう聞かせていければいいやんって思うやん、うん、思う。翻訳こんにゃくは自分、あの、人間以外の生物も喋れるよね。そうなんや、動物でもいける、虫とか、うん、物とかでもいけるんだ。だから、あの、翻訳こんにゃくは、あの、劇場版ドラえもんでめちゃくちゃ出てくる。そうなんや、恐竜とかね、よくテーマにされがちだもんね。あの、宇宙人とかさ、地底人とかさ、はい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 、喋れるんや。出てくるやん、うん、喋れる。それおもろい。いや、だいたい一番最初に、うん、あのね、茶番があるんよ。その茶番って言っちゃあれやけど、あの、ブラ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 みたいになってさ、あ、宇宙人が喋ってる、うん、とか、なんか、あ、恐竜がなんか、うん、訴えかけている、うん、翻訳こんにゃく食べて、その一くだり、30秒くらい、あの、尺取りますから。でも、あの、私たち地底人と喋ることないやん。最初から食うとけっていう話。何が？私たちが宇宙人と地底人と喋る機会なかなかないじゃないですか。いや、だから犬とか。あ、犬ね。猫とかね。逆に知らない方がいいパターンもありますけどね。ね、そうよ。うわ、かわいいよーみたいな。翻訳こんにゃくパクーかわいいよ。もううざっ。分かった、ありえるありえる、もういいわ、まあ、かわいい顔しときゃいいんでしょみたいなことを言ってるかもしれないね、うん、うわ、なんかまた、あの、ダイエットするとか言いながらまたお菓子食ってるこの人とか、みんな思ってるかもしれないし、思ってるかもな、聞かない方がいいことあるかもな。でも戒めですごいいろいろ言ってくれるかもしれないけど、でも、あ、私、いや、私の事務所のね、はい、まあ、あの、スタッフさんが、はい、その、俺は絶対にドラえもんがいたら、うんうん、どこでもドアだっていう人がいて、うん、なんでですかって言ったら、うん、どこでもドアで、
だって瞬間的に地球の裏側まで行けるじゃないですか。そうですね。だからそれで人儲けするって言ってて、うん、ビジネス、はい、なるほどなと思って、私それもありました。どこでもドアが欲しいですね。どんなビジネス？どこでもドアビジネス。瞬間的にあなたの行きたいところに行きますビジネス。あしようかなと。なるほどね。うん、そこな。でも俺どこでもドアをゲットしたら、はい、一番やりたいのはずっと夜が来ないっていう生活を続けて、どのくらいでなんか、うん、もうなんかうわーってなるか。いややっぱそのあるやん、体内時計がさあるね、あるね。で時差ボケとかあるやん、うん、でも時差ボケするためにはさ、何十時間もかけてやっぱ飛行機に乗って移動しないとダメ。そうだね。でももうずっと太陽が出てる地域にもう、あもうすぐ夕方なるかもみたいな時にもうすぐ飛んで、うんうんうん、ずっと昼間みたいな状態になって、なんかもうどのくらい疲れるのかみたいな。ずっと夜はさすがにやっぱ怖いやん。ずっと夜は。あ、そうなん、それはダメなんや。とか、なんか逆に、ずっとすごいさ、好きな季節があったとしてさ、はいはい、もうずっと夏だったらいいのに、うん、夏最高って思って、ずっと夏の地域に、うん、飛び続ける、はいはい、どこでもドアで。で、どのくらいで夏が嫌になるのか。っていうのをやってみたいです。あ、ドラえもん、夢が広がるな。ね、ずっと夏だったらいいのにって思う時期はいつも来ますけどね。ねえ、あ、マジか。わかりました。この後一旦 CM です。ここで参加者募集のお知らせです。今年も NBC ラジオ佐賀では、佐賀県建設業協会プレゼンツ夏休み親子びっくり建物見学会を開催します。日程は8月27日金曜日、佐賀の空の玄関口、九州佐賀国際空港を見学します。普段一般の方は入場できないエリアを見学する空港バックヤードツアーのほか、空港のさまざまな施設の見学、そして防災ヘリ拠点の佐賀県防災航空センターなどの見学を予定しています。おいしい空港レストランのお弁当もついていますよ。当日は九州佐賀国際空港での現地集合現地解散となります。この見学会に佐賀県内在住の親子10組、合わせて20名の方を無料でご招待します。お子さんは小学生限定とさせていただきます。おじいちゃんやおばあちゃんとお孫さんでのお申し込みでも大丈夫ですよ。参加ご希望の方は NBC ラジオ佐賀のウェブサイトにある建物見学会応募フォームからご応募ください。8月9日月曜日締め切りです。応募者多数の場合は抽選となります。なお、見学会は新型コロナウイルス感染予防対策を実施しながら開催します。開催は8月27日金曜日です。夏休みの楽しい思い出作りとしてたくさんのご応募をお待ちしています。佐賀県建設業協会プレゼンツ夏休み親子びっくり建物見学会参加者募集のお知らせでした。さあ、それではメッセージご紹介していきましょう。はい。ともみさんからいただきました。はい。私の子どもの頃の夢は幼稚園の先生になることでした。でも実際進学したのは高校は商業科、短大は体育科で、幼稚園の先生からはほぼ遠く、うんうん、就職も事務関係で仕事に就いていました、うんうん、結婚してから再就職した障害者施設で総務とスポーツ指導員の仕事をさせていただいたことをきっかけに、その後療育に通う子どもたちの支援としても運動療育の仕事をさせていただけるようにもなりました。体育教員免許を持っていたおかげで、夢だった子どもの教育に携わる仕事に就けたという、なんともラッキーな感じだったんですけどね。今は主人が自営業なので事務をしており、前職からは離れてしまいましたが、またいつか何かしら児童教育に携わる仕事もできたらいいなと思っています。あ、やっぱ引き寄せてますね。うん、ですね、これはね、心のね片隅にこうあったということですね、その気持ちが、ね、うんうんうん、そこから、まあ、ちょっと遠ざかってはいますけど、結局その仕事に就くと、うん、バリバリにやっぱ夢を見ていたわけではなかった。
ってことか。絶対幼稚園の先生になる。まあ子供の頃だからね、夢は変わっていきますから、ね、でもやっぱ子供の頃に、うん、考えてた夢とかって、うんうん、やっぱこう一番潜在的なものなんかな。いやそうかもね。一番とっつくあみたいな。いやでもそだって2パターンあると思うよ。その子供の時ってやっぱそのまずどんなお仕事があるのかっていう、うんうん、あんまり知らないよね。の知らないから、うん、あんまりねパッと思いつかない。だって俺幼稚園の時にさ、うん、じゃあ将来の夢を書きましょうみたいな、うん、で俺卒業アルバムみたいな書くよね幼稚園の時に書くんやったけど何にも思いつかない幼稚園の頃ね何にもえでも結局さ何か書かないといけないじゃんか。なんて書いてた、うん、パン屋さん。あパン屋さんかわいいそれはなんで。いやそれしか思いつかなかった。ああ何にも思いつかない何にも全然。だからみんなあってかね。そっか。でもしかも子供ながらに、うん、いや俺その時まずサッカーしてなかったし、うんうん、サッカーしだしたのは多分小学2年生か3年生ぐらいの時にサッカーをしだしたんですよ、はいはい、で、でもその時からさサッカー選手っていうのは分かってるあっていう存在はあるっていうのを知ってる、うん、みんなサッカー選手って書いてたよ。そうだね。その時って多分 J リーグがもうめちゃくちゃ盛り上がってる時で、ああちょうどね、あので今で言うそのYouTuberはあはあ、になりたいってこう子供がさみんな思うやん、うん、とかゲーム実況者とかさ、はい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 、e スポーツの選手とか今の子たちはさ、うん、一番それがもうポピュラーでありいっぱい職業となっている人たちの、うん、なんかそのキラキラ部門第1位みたいなのが俺らの時代のサッカー選手やった。多分確かにサッカー選手と野球選手もやりもうだからそのうん幼稚園のその卒業アルバムも8割サッカー選手やの中の俺パン屋さんなんでかっていうと多分俺の子供ながらに思ったのは、はい、サッカー選手ってなるのむずそうっていう謎の謎の現実的やね幼稚園児で。そう謎の現実派なんかあったよね、うん、そういうの。そしてなんか謎の現実派でパン屋さんを描くパン屋さんを舐めてる感じそうよパン屋さんも朝早くて大変よ。そうパン屋さんもなかなか大変よ本当にパン屋さんをやっていくっていうのはすごい大変サッカー選手ばりになるに謎のマウント取りとなるほど、ね謎の舐め具合でパン屋さんにで書いてで小学1年生に上がりアルバムを見返し、はい、なんでパン屋さんって書いてあっちゃろってなってでも親はそれ見てあ、それはパン屋さんにパンが好きなんだ思ったやろね、うん、そんなに好きでもなくうわでもそれ言うなら私も幼稚園のアルバムで、うん、確かピアノの先生になりたいって書いてあるんですよね。へえ、ピアノやってたの。多分ピアノをやっよ、うん、覚えてないけど多分やってたんだと思う、うん、習い事で、まあ、やっててピアノをね、うん、だから私ピアノそんなに大して好きじゃなかったんだよね実は、うんうん、なのに私も書いてたピアノの先生。うわ性格出るいやいや変わらんけ一緒一緒それあれだねやっぱその喜ばせたい人がいたんだね多分子供ながらに。いやでもそれ前も話したと思うけど、うん、私の女の子ランキングはお花屋さんとケーキ屋さんがワンツーフィニッシュだったの、うんうん、それになりたくねえっていう。あそこなりたくない派。そうなりたくないっていう気持ちから多分私も知ってる職業限られるじゃんか、うん、でピアノ教室行ってたから多分知ってる大人の職業、うんうん、で保育士の先生とかもさ、はい、幼稚園児なのに書く人いるじゃんか、うん、それはちゃうなと。うんうん、子供ながらに私先生はなりたくないわって思ったらしくて謎の現実謎の現実、はい、その結果ピアノの先生がセレクトされました。あひどいね消去法で選ばれてね。いや本当ね世の中のピアノの先生に謝った方がいいですね。みんな音大とか出てる、ね、そうそうすごいよ今考えたらすごいよ音大入るってすごいよ本当すごい。ちなみに俺のそのめちゃくちゃ仲良い幼馴染の今でも仲良い幼馴染は同じ幼稚園だったんですけど
将来の夢がもう誰一人としていなかった、その職業。なんだろう、その幼馴染の将来の夢はヘリコプターに乗る人。おー、すごい具体的やね。いや、ヘリコプターに乗る人やったらさ、別に操縦じゃなくてもさ、なんかその大富豪でなんかパターンもある乗れればよかったんかな。やっぱ俺一番あの幼稚園の時にも思ったし、大人になってもやっぱ見返して思うのは、ヘリコプターに乗る人ってめっちゃおもろいな。なんや乗る人って。乗る人で最悪あれよ、あのヘリコプターに乗る人が将来の夢やったら、その高須クリニック院長で別に確かに CM で乗っとるわ。あれは院長になって、はい、そのヘリコプターに乗ったってだけ、はい、あれヘリコプターに乗る人やけどね。あれ乗る人やね。やろ、確かに。なんかね、映画俳優とかになってさ、うん、そういう役が来てヘリコプターに乗ったら、もうあれはヘリコプターに乗る人や、乗る人やんね。だからもうめちゃくちゃ保険かけてたやなと。確かに広くね、うん、ちなみにその彼は結局ヘリコプターには乗れたんですか。いや、今海に潜る人やってる。逆潜ってる、沖縄で海に潜る人やってる。なるほどね。、うん、全然ヘリコプターに乗る人になってる。乗れてたらいいな、一回ぐらいヘリコプターに、うん、なんかクルーザーに乗る人になってる。ああ、なるほどね。クルーザーに乗ったり、あの、うん、ダイビングの船に乗ったり、はいはいはい、今海に潜る人になってます。はい、あ、面白い。あの、皆さんのね、子供の頃の夢何でしたでしょうか。送ってください。さあ、ここで一曲お届けしたいと思います。ダオコと米津玄師で打ち上げ花火。時刻は9時46分です。 JA 佐賀駅前スタジオからお送りしています、フリークサトルと花奈子です。さあ、メッセージ紹介していきたいと思います。子供の頃の夢は何でしたかということなんですけれども、ラジオネーム顔なしさんからいただきました。サトルくん、原ちゃん、おはようございます。暑さが尋常じゃないですが、お変わりないでしょうか。今日のテーマ、子供の頃の夢、このテーマを聞いて小学校の卒業アルバムを引っ張り出しました。ありがとうございます。どこにあったのかな。そこにあったのは、真面目に稼いだお金で海外旅行に行くというリアルな夢でした。あ、もう現実しちゃってるな、こういうの。リアル。何歳くらいそれ。小学1年生じゃないよね。6年生だよ、ね、卒業アルバムだからもう6年生じゃない、うん、多分。真面目に稼いだお金で、もうね、ほんと悪いことしちゃダメですからね。そうだよ。初めて自分のお金で行った海外旅行は、うん、タイ行ったんや。真面目に稼いだお金で、うんうん、料理も食べやすく美味しくて、象に乗って街中を散歩したり、見るもの全てが刺激的でした。ちゃんと夢叶えられてました。もうコロナで今は海外旅行が難しくなってしまってるけど、ね、また自由に行けるようになったらいいなと思って改めて、あ、いいなと改めて思いました、うん、まだまだ暑さ厳しくなりそうですが、夏バテされませんように。顔なしさん、叶えてるね夢を。初めて自分のお金で行った海外旅行はタイ。タイ、タイラン。なんか、はるちゃんたちってさ、はいはい、海外すげえ行ってなかった。あの、アイドル時代のリンクのメンバーは結構選抜で、なんかあのジャパンフェスとかがすごい開催あったされてた時に、あのカナダ、フランス、ロシア、タイとか結構行ってましたね。私はあの、ちゃん行ったの。私行ってないんですよ、あの福岡っていうか、ね、レギュラーの仕事が私入りすぎてて、そう、全然選抜してもらえませんでした。そうなんだ。はい、わー、あんま自分の金で海外行ったことないな。そのだって韓国とかも、いやー、韓国とかもだってライブとかで行ったから、自分の、その仕事でみたいなのしかないですね、うん、はいはいはい、いい仕事したんすねこの後はごまるにして、ただいまラディオ。
時刻は10時23分です。 JA 佐賀駅前スタジオからお送りしています。フリークサトルと原直子です。さあ、メッセージ紹介していきたいと思います。はい、ピンキーちゃんからいただきました。はい、毎日暑いですね。今日は体温より高い気温になりそうで耐えられるかなと思ってしまいます。子供の頃の夢は、農家でのんびりしていたので思っていなかったような気がします。学校が上がるようになり、先輩たちがなりたいと言っていたことをやりたいなと思ったことがありますが、子供の頃の夢は農家でのんびりしていたので特に何もなかったらしいです。そしてですね、ジャムお兄さんからいただきました。はい、今週のテーマ子供の頃の夢は何でした、はい、ですが、小学校の卒業文集、おお、やっぱ書くやな、みんな。俺なかった。には映画監督と書きました。映画監督。その夢は実現できていませんが、子どもの頃って夢は何になりたいと考えるけど、大人になったら何になりたいよりも何が欲しいになってしまいます。だから何になり、子どもの時は何々になりたいって思うけど、うん、大人になったら何が欲しいになってしまって、うん、でも今でも映画は作ってみたいとふと思うことがあります。原直子主演で。おー、いいですね。資金さえあれば投資したいものですが、実際はそんな甘くないと、悟ってしまうのですね。時を生きる映画を作るって話ありましたね。はい。なんかないんですか、映像作品はないんですか、時生きは。あ、そう、作ろうっていう話はありますね。俺なんか原ちゃんの映像作品、はい、なんか YouTube で見た。なんだろう、短編ドラマ、30歳になるやつですか。あ、それ。あー、はい、なんか二十歳成人式じゃないですか。はい、30歳の記念に集まろうっていう企画の時の映像の作品には出させてもらったことありますね。主演ムービーみたいな。映像見たいね。うん、やりたいです、やりたいです。じゃあお兄さん、じゃあちょっと資金を集めていただいて。うん、じゃあもうお兄さん、ジャムお兄さんだけ。え、なんで、なんで。きつないさ。いや、なんでもいいよ。莫大な資金力持ってるよ。いや、そんな大事だけど、ジャムお兄さんがスポンサー持ってきてもらってもいいよ。もうちょい株式会社的な考えで、もうちょいなんか手広くさ、一部上場的なさ、たくさんの人からさ、資金を集めて事業を、はい、そうですね。じゃあ、なんか。はい。じゃあジャムお兄さん、会社を作るところから始めていただいてね。ねえ、制作会社にしていただいて、初制作ムービーは私が主演ということで。あ、すごいハードル高っけ。はい、お願いしたいですね。ハードル高っけ、全部丸投げするやん。子供の頃からの夢叶えよ。自社でやれ。それは自社でやれ。さあ、ここで一曲お届けしたいと思います。福山雅治です。さあ、時刻は10時42分です。 JA 佐賀駅前スタジオからお送りしています。フリークサトルと原直子です。さあ、メッセージ紹介していきたいと思います。本日のメッセージテーマ、子どもの頃の夢は何でした、なんですが、ラジオネーム千穂さんからいただきました。原さん、サトルさん、おはようございます。子どもの頃の夢は看護師でした。看護師になる夢は叶いませんでしたが、医療関係で働いています。お、素晴らしい。大変なこのご時世、早く収束を願うのみです、っていうメッセージいただきました。看護師だったんですけど、うんうん、その看護師になる夢は叶いませんでしたが、医療関係で働いているということで。続きまして、ラジオネームともしげさん。はるちゃん、さとるくん、今日も暑い中生放送お疲れ様です。ありがとうございます。僕は本日も朝4時から仕事ですよ。うわ、すごい早い。朝4時からは僕が大体寝る時間ですね。さて、今週のテーマですが、まさに今の仕事につながりました。はあ、何でしょう。つながる系ね。僕は子どもの頃、普通の会社員か接客の仕事がしたかったので、リアル、お餅やみたらし団子を売っているので、うん、まさに今の仕事につながりました。ある意味、ね、夢かなっています。接客の仕事ね。なるほど、接客業だ。接客業、みたらし団子販売員をされてるってことですね。ほうほうほう、売っているってこと。4時からだから多分製造もされてるんでしょうね。あ、そっかそっかそっか。すごいな。いいね。でもやっぱ看護師さんとか保育士さんとか結構来てますね。はいはい。こちらはですね、
みどりさんからいただきました。原さん、ストルさん、おはようございます。暑いですね。異常なくらい暑いです。お二人ともくれぐれも熱中症にはお気をつけください。さて、今日のテーマ、子供の頃の夢は何でした？親からの刷り込みもあって、小さい頃には医者になりたいと言っていたらしいです。本当になっていたら、今頃は医療従事者として世間の役に立っていたかもしれません。はっきり自覚してこれになりたいと努力を始めた時の夢は歴史学者です。現実ではいろんな壁にぶち当たって、かっこ主に頭脳面、子供の頃に描いた通りにはなっていませんが、今は当たらずしも遠からずの仕事をしていますので、夢はある程度叶っているのかなと思います。なるほど。やっぱ好きなことをさ、仕事にしようとして、そこに携わっていくっていう、うん、多いですね。のはやっぱ多いですね、うん、素晴らしい。さあ、まだまだメッセージ来ておりますので、はい、後ほど紹介していきたいと思います。ここで1曲をお届けします。フリークで Addicted to you。さあ、メッセージご紹介します。お願いします。スズメンタマゴさんからいただきました。はい、今日のテーマは子どもの頃の夢は何でした、はい、でしたけども、はい、まあ、ほら、サッカー選手とか、例えばケーキ屋さんとか、はい、そういう夢もありますけど、はい、こういうこともあるんだなっていうのを思い出しました。サトルさん、ハルちゃん、おはようございます。はい、陸上の部活で汗だくになっていた遠い夏を思い出しま す, そうです、ね、あの頃夢も希望も山ほどありました。ありました。テスト中に大好きなアイドルがガラガラっと教室の戸を開けて、迎えに来たよと微笑んで、クラスメートがキャーっとびっくり大騒ぎする夢、これが夢でした。疲れてたんだろうな、青春時代っていうメッセージいただきました。なるほどね。あるよね、よく漫画とか、なんか、まあ、ありがちな感じね。漫画でもないか。あるよ。あるっけ。あるある。唐突にさ、なんかすごい幼馴染のイケメンがさ、ガラガラ、やっぱり俺はお前のそば離れたくないみたいなやつね。うわぁ夢の世界よ。うわー、それだったらめっちゃある。そういう夢はめっちゃある。あった。なんかこの誰にも内緒だよみたいな禁断の恋みたいな、なんて言うんだろうな。だから、その僕で言ったらですね、そのやっぱ、僕はその皆さんがすごい知ってるところでいくと、やっぱ浜辺美波さんとか。浜辺美波さん、とっても綺麗な女優さんになりましたよ。もう、はい、いろんな役もされてますし。まあ、でも僕最近はちょっと木島明日香さんにすごいハマってるんですけど。目覚ましのお天気をされてる方かな。はい。その方、綺麗ですよね。めちゃくちゃゲーム上手くて。ああ、そうなんですね。はいはい。めちゃくちゃゲームの大会とかも出てるんですよ。そうなんよ。マジでゲームめっちゃ上手いですよ。で、その木島さんにゲームでボコボコにされたいっていう夢ですか？違います。あ、違うね。いや、だから木島明日香さんと、はい、そのまあね、お付き合いして。うわー、そんな、もう中学2年生が言うことや、今の。そのみんなには言えないから。あ、みんなには言えないから。みんなには言えない。仕事もあるし、ちょっとみんなには言えないけど。そうそう、大丈夫。的なことね。ね、夢ね。まあ、子供の頃じゃないけど、はい、そういう夢は広がるね、確かにね。そうですね。まあ自由ですから。そうです。だってあくまでもとか、やっぱその青春時代のその柄、サトルくん、お弁当一緒に食べよう、学校の窓の中。なことはありました、一回でも。で、俺がもう、いや、俺購買でいいって言いたいですね。食べてあげてよ。が、間接的なあれがいいです。教室まで来なくて、はいはい、ガラッてこう開けて、うん、おい、サドル、お前、ね、何々ちゃんが一緒に飯食おうって言ってたよって言って、その教室がざわ。あいつマジか、え、付き合ってんの。いや、お前付き合ってんのかよ。いや、そんなんじゃねえ。みたいな。ラジオでは伝わらないですけど、僕は今両手をポケットに入れています。そんなんじゃねえ。中学生が照れた時にするやつね。いきがりやつ、ちげえ、そんなんじゃねえ。そして現れるライバル、
現れるんや。お前本気であいつのこと好きじゃないんだったらそういう態度やめろよ。現れる。誰や、ライバル。誰や、サトルのライバル現る。いやそういう観点の夢もあるんですね。 ありがとうございます、思い出してくれて。いやちょっと甘酸っぱかったですねこの時間がね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。こういう夢もあるんですね。さあ、メッセージ紹介していきたいと思います。いきましょう。メッセージテーマ、子供の頃の夢は何でした、ですが、ラジオネーム、いまりのこたつ猫さんの、うわー、ここからは、はらちゃん、さとるくん、おはようございます。おはようございます。お二人は連日の猛暑で夏バテなどしていませんか？大丈夫です、今日のテーマは子供の頃の夢ですが、特に、鉄オタというわけではないんですけど、うん、小学生の頃は電車の運転士に憧れていました。当時住んでいた家の最寄り駅が渋谷から、吉祥寺間の、12.7 キロを結ぶ京葉井の頭線の、駒場東大前駅で、うんうん、通っていた小学校の目の前にあったから走る電車が、教室から見えたんですよ。あ、すごい。ただ、大人になってからゲームセンターの電車で GO にチャレンジしたけど、電車の運転士にならなくて正解だったみたい。あんま良くなかったってことかな。電車で GO さ、いや俺多分子供の時にやったんだけど、ゲーセンにあって、おやったことない。もう全然駅止まれなかった。え、あれって何？あれってこう、うん、電車でこうってね、こう電車でバーって発進して、なんか駅にぴったりこうなんか減速して止まったりとかして、する、確かゲームだった、はいはい。あんまりちゃんと覚えてないけど。で、その、駅に、さ、すごいやん。あの絶対さ、うん、あの電車ってさ、うん、覚えてる？あの、ホームにさ、うん、何番、何号車、前、みたいな、こう書いてある。ある、扉が。あそこにずっ絶対ぴったり止まる。止まるよね。南蛮扉のとこにちゃんと止まってくれる。ちゃんと止まれ。それ止まんなきゃいけない。あれって運転士さんのさじ加減で止まってるんですか？多分。え、すごいね。うん。確かそう。それで、絶対止まらない。電車でゴー。え、じゃあ運転士さんが電車でゴーしたらめっちゃすごいんやろね。まあ、実機とはだいぶ違うかもしれないけど、わかんないわかんない。でも、本当に多分、その、これも本当予測よ。うん。訓練とか、はそういう機会でやるんだと思う。ああ、まあそうでしょうね。その実機でなかなか練習ってするわけじゃないかもしれない。で、やっと実機に移ると、うんうんうん、だってなんかそれは電車の人は知らないからわかんないけど、うん、そのレーサー、はあはあ、レーサーのさ、友達がいて、うんうん、その全然実機ではやれないんだって。そうなんだ。タイヤってめっちゃ高いやん。あ、レースってあのあれですか、スポーツカーみたいなやつのレース。そう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 、 GT、 スーパー GT 乗ってるんやけど、そのめっちゃ高いんやって。もうその1回レースをするごとに何百万ってかかるぐらいレベルのタイヤ入れ替えとか、めっちゃ走るから。まあね、スピードも違うし、あの車体もね全然普通の車と違うからね。相当大変だから、その本当にゲームみたいなやつでこうトレーニングはするらしい。電車でゴーね。電車、俺その子供の頃はその一番前の方に行って、電車の、そのもう男は誰もがやったことある。あの電車の一番前に行って自分が運転してる気になる。見えるもんね、あの車線がね。そうそうそう。もう絶対誰もがしたことあるやつを。それは誰もがしたことある。わかりますわ。くまとイレブンさんからも、はい、原さん、さとるさん、おはようございます。今日のメッセージテーマ、はい、子供の頃の夢は電車の運転手でした。よくプラレールで遊んでいた記憶が今もあります。プラレール夏。今もありますけどね、プラレール。やっぱ電車とかね、乗り物がね、男の子好きですよね。うん、そういうのもなかった？プラレールですか？パン屋の次に、うん、なんか電車好きだったとか、バス好きだったとかさ。電車より、うん、その子供の時めっちゃ好きだったのは、そのロボットほうがやっぱ僕が多分あれあるじゃないですか、トランスフォーマー、ハリウッドで映画化されましたけど、はい、あれもともとやっぱ日本じゃないですか、うん、あれとかはもうめちゃめちゃ欲しかったっすね。確かに。
ロボットとかやっぱガンダムとか。あーガンダムね。ガンダムめっちゃ好きだったし、ガンプラもめっちゃ好きだし。ガンプラ作りた。お。この番組でガンプラ作るって言って一回も作ってないです。言ってたよね、1年前ぐらいよね。一回も作ってないです。なんかコロナ禍で家で作ってみたらいいんじゃんみたいな話。一度も購入しております。やろうね。はい。まあ、そんな気はしてましたよこちらとして。うわガンプラやりたいな。ライトなガンプラからやって、だってミニ四駆とかなんかそういう組み立てる系がすごい好きだったんで、その電車とかやっぱ僕は車とか。うん。よりはやっぱ子供の時はやっぱそれでしたね、ガンプラね。うん、まあ1年前もね同じこと言ってたんで、多分ガンプラ作らないと思いますけどね。作りませんでしょうね。いやでもちょっと行ってみようかな、おもちゃ屋さん。ほいやなんかあれなんですよ、その僕そのガンプラはあれね、切って組み立てりゃ完成じゃないですか。はいですね、パーツありますからね。でもなその先を知ってるんですよ、そのガンプラの。その先って何？なんか2つあってほうパーツが、でそれを合わせるとそのまず胴体になるみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、その想像していただきたいんですけど、はい、その接続面って、うん、やっぱり2つのパーツを合わせてるから、うん、線ができるじゃないですか、はい、なんかそれをそのプラモデルみたいに、うん、見えないように接続面を消すみたいな、そんなことで敵があるんですよ。接着剤でつけて、その接着剤がはみ出した部分をヤスリで削って接続面を消すっていうような技がガンプラは、普通大人のガンプラはそんなことをやるらしいんですよ。それをなんか YouTube とかで見ちゃったばっかりに、そこまでやりたくなったらなんかもう嫌だなと思って。でもなんかやりたくなるやん、大人になったら。ちょっとやってみたいね。極めたくなるよ。うん。なんかそこまでやるのめんどくせえなっていう気持ちも。めんどくさー、うん。じゃあやらんでいいですもん。できたやつ持ってこいってなっちゃう。意味ない。作るのがおもろいのに。作るのがおもろいのに一番ダメなやつやん。そう。だから、ね、料理番組みたいに、あらかじめ作ったものがこちらにありますみたいな。チェンジするんかいお皿みたいな感じになってほしいなって思います。この後はスキッピーリポートです。さあこの時間は R&B フリークの私サトルが展開するコーナーでございます。はい、フリークサトルのただいま R&B トーク。 R が長い。さあ、みんなに聞いてもらいたい R&B、 そしてハラちゃん R&B フリークにするべく紹介していきたいと思います。お願いします。今回紹介するのは、皆さんご存知三浦大知さん。わかります、これは自信を持ってわかります。知ってます。三浦大知さんですね、はい、フォルダー5、はい、懐かしい、からの、ソロデビューされまして、はい、もう日本の宝でございます、うん、ダンスもできて、はい、歌も上手で、はい、もうエンターテイナーですね、うん、最強です。そんな三浦大知さんもルーツとしてはすごい R&B がたくさんあるということで、まあ、デビュー当時、ソロデビュー当時から、まあ、ダンスナンバーに加え、さらに、R&B の曲とかをたくさん、リリースされているんですけれども、うん、また近年ですね、うん、最近、2021年に出された、バックワーズっていう、シングルですか、うん、EP ですか、出された時にそのカップリングの曲なんですけど、もうこれがまたスロージャムでめちゃくちゃ、こんな攻めた R&B 最近なんもあんま聞かないなみたいな、超メジャーじゃないですか。だからまあ三浦大知さんといえば、まあ最近で言うと、仮面ライダーのすごいイメージがあるママさんたちがいっぱいいると思うんですけど、実は、こんな、大人な曲もやるんですよっていう、まあ、三浦大知さん、うん、パパですからね、うん、そうか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 そっか、ご結婚されてパパですけど、そんな大人な男が、展開する、R&B の曲、これめっちゃいいなと思って、はい、ちょっと今日かけたいなと思ってかけさせていただきます、うん、三浦大知で About You、聞いていただいております、三浦大知で About You なんですが、はい、この曲は、うん、プロデュースが、NOWYMT さんなんですけれども、はい、NOWYMT さんは
安室奈美恵さんの曲をめちゃくちゃ作ってる方が有名なんですけど、ベイビードンクライとか作ってる。で、三浦大知さんもめちゃくちゃ名古屋 MT さんのプロデュースの曲めちゃくちゃ多くて、で、名古屋 MT さんは本当に日本を代表する R&B の、プロデューサーでもありながら、自分でもアーティスト活動されていて、実はそのソロでもやられてるんですけど、名古屋 MT さんはジャインというコーラスグループ、グリークのような、男性3人組なんですけど、コーラスグループ、R&B のコーラスグループやられてて、またこれがもうゴリゴリにもう本当に90年代のコーラスグループ全盛期をリアルに生きてきた人たちがやってるコーラスグループって感じですごいかっこいいんですけど、そんな方がこう日本の R&B 界を支えているこう裏で、っていうようなのがもうにじみ出まくった、にじみ出まくってるんだ、はい、楽曲になっております。だからもうだからその R&B 好きがうなるというか、ありがとうございます三浦大知さん、また奈緒さんの曲で出していただきましたみたいな、なので来た来た奈緒武士みたいな、あそうなんだところがあるような楽曲なので、ぜひこの R&B コーナーでもですね、ブラックストリートとか、ボイスメンとかも紹介してますけど、その裏にはやっぱそのプロデューサーありきなところもあるので、ぜひ皆さんもプロデューサー聞きをしていただきたいなとは思うんですけど、ちょっと R&B トークにまた質問が、来ておりまして、スターボーリングさんから質問が来てます。先週は私の拙い質問にお答えいただきありがとうございました。サトル君にまた質問です。コーラスグループの人たちは、歌い出し前に音差ってわかります？音が出るやつね。ポーンってしたらピーンみたいになるやつ。音差をで音程を確認していますが、もし音差なしでせーの一発で和音を構成させるのは難しいものなんですか？絶対音感の人で全てのメンバーを構成すれば音差なしでも大丈夫なものでしょうか？楽器と一緒にコーラスをするときは音差はいらないのですか？初歩の質問ですみません。ではっていうことなんですけど、これはですね、音差っていうのはあれ何を確認してるかというと、そのキーとなる音を確認してるんですよ。だから大体だったら、その歌いたい曲のキーのルートとなる曲、C メジャーとかだったら、ドの音を聞いて、このキーだなってあって、そこでみんながその音差で確認してる音を出すわけじゃないじゃないですか、それにハモる音とかを出すんで、キーを確認してなんですけど、まずその音差なしでせーので一発で和音を構成させるのは、難しいものなんですかっていう質問なんですが、これは、もちろん難しいんですよ。はあ、じゃあ、フリークのあの曲をみんなで歌おうってなった時に、やっぱりその覚えてる音っていうのはやっぱそれぞれちょっと違う。から、パッて出した時にやっぱキーを確認しておかないと、あその音ねみたいな。で、大体その相対音感っていうのがあって、絶対音感、全員が絶対音感だったら、音差なしでも多分大丈夫。いきなりいける。いきなりいけます。ただリトルグリーモンスターっていうグループがいらっしゃいます。リトグリさん。あの人たちが、テレビ番組で、もう全くそのキーを確認せずに、ハモりきるっていうのをやってたんですけど、あれは、喉が覚えてるパターンらしくて、音感じゃなくて体が覚えてるってことね。だいたいその体でキーを覚えてるっていうので、でもそれでもそれは何が成立してるかっていうと、もし C のキー、ある一曲があったとして、その曲を喉が覚えてるパターンで一気に歌うとするじゃないですか、それは綺麗にみんなハモれるんですよ。喉を覚えてて大体のキーがみんなで合わせていけばいいから、でもその本当のキーよりもちょっと高かったりとか、全体的にちょっと高かったりとかちょっと低かったりするんですよ。
で、ここでキーとなってくるのは、みんなが相対音感だからそれが成立してるね。みんながちょっとずつ高ければ OK ってことね。その中で、例えば4人組で1人だけ絶対音感の人がいた場合、はい、もうそれって成立しないですよ。フリークは、全員が絶対音感持ってないんですよ。持ってない、持ってないんですよ、はあはあはあ、だからポーンって鳴った音が大体何の音かは分かるんですけど、うん、でもそんな完璧には、うんうん、絶対音感の人ってもう本当に完璧に音が分かるんで、うん、だから絶対音感の人が1人いると、うん、全体的に3人が、全体的に本当のキーよりもちょっと低く歌ってから、うん、それは合わさってるから、はい、そのキーが合ってなくてもめちゃくちゃ綺麗なハーモニーに聞こえるんですけど、うん、その1人だけが、あ、今本当のキーからちょっと低いわっていうのをずっと感じ続けるらしくて、うん、感じ続けながらでも合わせることができるってこと。ああ、違う違 う、そのキーじゃないよってなってるにもかかわらず、うんうん、だから絶対音感の人はちょっと低いから戻したいんですよ本当は、うんうんでしょうね、ちょっと高くいきたいからそれを戻そうとするんですよ、うんうん、だから一人だけでもその人はキー合ってるんですよ、はい、本当のキーって言ってるんですよ、はあはあはあ、でも3人がちょっと低いキーで歌ってるから、あーしんどい、不協和音が生まれる。ううだから絶対音感の人が、はあ、音合ってるにもかかわらず、はあ、絶対音感の人だけが外れてるように聞こえちゃうんですよ、はあ、その場合って。それはちょっと損ですね。だから絶対音感の人が合ってるのに、うん、絶対音感の人が正義なのに相対音感が3人いるから、うんうんうん、ちょっと低いそっちの方がハーモニーとして気持ちいいからハモリに行ってるから、なんか一人だけ損をするっていうような状態が生まれたりとかするんで、まあ、絶対音感が一人だけいるグループとかの人はやっぱ音差で確認した方がいいですね。あ、なるほどね。一回みんなで確認して、そう、もう絶対ここが基準やぞっていうのを聞いて、はい、ずれないように。で、フリークのからくりをぶっちゃけ話してしまうと、はい、ライブの時にアカペラでやるんですね、うん、その時はせーのバンでハモらないようにしてて、うんうん、その時は最初に、リードを誰かが、歌い出して、うんうん、それに後からハモっていくっていうような手法をしてるんですよ。なるほどね。それは乗っけていけば。だからその時は音差とかピッチパイプで確認しなくていいんですよ、うん、一人のやつが歌い出したキーにそれに合わせていくんです。だから曲が始まったらちょっと高くなってたりとかします。え、でも曲のバックの音って変わらないじゃないですか、うん、まあ、言うたら流れてるから、はい、それにちょっと高い音程が乗っても気持ち悪くないですか。ちょっと高い音程が乗る、うん、だからコーラスの歌ってるみんなはちょっとずつ音程高いけど、うん、バックで流れてる音はいつも通りじゃないですか、うんうん、それは気持ち悪くならないですか。あ、いやいや、もうそれはもうオケに合わせていきます。あー、それはちゃんと合わせてます。面白いな。だからあるんですよ、あいつだけ一人だけ音外してねって人が実は合ってたりするっていう、うんうんうん、その人は絶対音感なんじゃないかっていう、そういうからくりね。はあ、おもろいな。なんで、この質問に関しては、音差なしでせーので一発で和音を構成させるのは難しいですし、音差なしでもいけることもありますが、場合によってはいろいろ難しいことがあるっていうことでした、うん。ありがとうございます。アーランドビーコーナーにね、メッセージが、はい、ぜひ皆さんもね、お待ちしておりますよ。はい、以上、ただいまアーランドビートークでした。セミも鳴かないぐらい暑いんですよ、今日は。風が吹いてますが、残念ながら風は冷たくありません。でしょうね。今日は暑い暑い言ってますけども、はい、佐賀県内、佐賀南部は予想最高気温が37度、はい、佐賀北部でも35度、福岡県筑後地方も37度の予想です、うん、熱中症警戒アラートも出てますので、はい、何回も言ってますけども、本当に皆さん、涼しく、とかまあエアコンとかね、つけて、うん、あんまり炎天下の中、長時間歩いたりとかしないように気をつけてください、まあ、お仕事ね、されてる方もいらっしゃいますけど、しっかり水分とって気をつけてください、はい、そうですね、休憩挟みつつね、うん、気をつけていただきたいと思います、はい、さあ、ラスト、メッセージ、はい、読んでいきたいと思います。シワシワミラミラさんからいただきました。はい、
はい、サトルさん、おはようございます。おはようございます。今日のテーマは子供の頃の夢は何でしたですが、うん、私は小さい頃、大人になったら絶対ハイヒールを履いてかっこよくヒールの音をカツカツ言わせて街中を歩くのが夢でした。だから小学生の頃、友達とお互いお母さんのハイヒールをこっそり履いて家の近くをかっこよく歩く練習をしてました。それで大人になってからヒールの靴をたくさん履いていたけど、長時間履いていると足が死ぬほど疲れることが分かって、もう最近はあまりヒールの高い靴は履かなくなっちゃいました。いやあるなー、ある、憧れてた。あのハイヒールじゃないけど男バージョンで、うん、なんか子供の時に大人になったらめちゃくちゃヒゲ生やしてやろう。あーなるほどね。ヒゲ生えないもんね、子供ね。そうそう、だからヒゲなんかこうビッシーみたいな、こうハリウッド俳優じゃないけどさ、その渋い俳優さん、はい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 、かっこいいよね、がさヒゲ生やしてるの見て、うん、早くヒゲ生えねえかなって思って。あーなるほどね。でも逆に大人になると、うん、ヒゲがいっぱい生えると、その毎日ヒゲするの大変だなとかいう、そういう感じでしょ。そのヒール履いてあるぞって思って、え、そうそう、履いたら履いたで、長時間は疲れるんや、ハイヒールは。あ、そういうことね、あるわ。ラジオネーム村さんからいただきました。今週のテーマは子供の頃の夢は何でした、何でした、何でした、何でしたですが、サトルさん、はるちゃん、おはようございます。初めてメッセージします。子供の頃の夢は漫画家になることでした。絵を描くことが大好きで、親や先生に褒められるのが嬉しくてずっと絵を描いていました。小学生の頃、その頃人気だったタイガーマスクのイラストコンテストが僕らという漫画本であって、うん、色鉛筆やマジックで描いて応募したところ、なんと特別賞で盾をもらったことがあります。すごい。もう有頂天になって学校で友達と手書きの同人誌みたいなのを始めたりもしてました。でも、小学校高学年になったらめっちゃ上手な子が出てきて、うん、子供流れに才能の限界ってあるんだなと挫折した思い出があります。今でも漫画は大好きで、推しメン漫画家さんもいますよ。サトルさん、ハルちゃんは、好きな、漫画とか漫画家さんとかありますか？僕もすごい昔から映画大好きで、もちろん漫画も大好きなんですが、その絵画とか、うん、もうめっちゃ好きなんですけど、絵見るのとか描くのとかもめっちゃ好きなんですけど、はい、好きな漫画っていうか漫画家さんはもう、もう原先生でしょ。原先生って誰、どなただろう。キングダム。キングダムの方が、はい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 、佐賀出身ですか。はあ、今原さんって、ナルトの岸本先生が大好きですね。あ、私はあのさ、冒頭に、番組の冒頭に言いましたけど、あの魔法使えたらいいなって言ってたのは、はい、あのカードキャプターさくらっていう、うわー、めっちゃ見てた。わかります、あのクランプっていう。それじゃん、俺らの世代。いや、そうそうそう、それで魔法が使いたかったんですよ。あー、カードキャプターさくらめっちゃ見てた。本当に、うん、私もめっちゃ見てた。全然覚えてない内容。めっちゃ見てたけど。私が唯一集めた漫画でしたね、が好きでした。うわその話で盛り上がると思うんですけど、ね、いけそうですね。なりますので、あと1分しかありません。はい、名前だけ、はい、ジョアンナさん、うどん県大好きさん、テイカーさんからもいただいてました。こちらは愛しのまゆみさん、あややさん、ひろさん、じゅんさん、東京のみほさん、今日だけは匿名、改めて匿名ただの係長さんからいただきました。長い長い。ありがとうございます。匿名長いよ。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、読めなくて。今週のテーマは、子供の頃の夢は何でしたでしたが、はい、来週のテーマ発表したいと思います。来週のテーマは家族自慢。家族自慢。家族、あ、ペットも家ですか。ペットも家ですよ。あ、よかったです。むしろ、ね、物を家族と言ってもいいですよ。全然。うちのね、あの車ちゃんがね、うん、元気でね、うちのダイニングテーブルちゃんでもいいですか。うちのあの熊の、あのシャキのやつの大丈夫。そう、うちのソファーちゃん、可愛くて可愛くてでもいいです。はい、ぜひお待ちしております。今日のお相手はフリックサトルと原直子でした。また来週よろしくお願いします。バイバーイ、はい。